皆さんこんにちは、こんばんは、ポカです。今回はですね、ジェダイルークスキル5-4アイテムのみで使っていきたいと思います。三が日セレボ2日目登場ツムということで、2日目のツムの中では一番稼げるツムとなっています。スキル4ぐらいから使えて、スキル5でね、プレイスキル中の中の僕で、スキル5です。まんまいけるっていうね、クソ強ツムです。それにこのツムね、三が日でしか復活しない、つまりね、1年に1回しかね復活しないツムなので、今ねゲットしないと、もう次にゲットできるのが1年後とかになってしまうので、もしね持ってない方はぜひね母体確保してみてください。で、使ってみた感想なんですけども、ジャイロ操作ね、最初はむずいんですけども、慣れたら意外と簡単なんですよね。ということでね、実はもうジェダイのコツ動画、コツ解説動画、手元付きでもうね投稿してあります。ぜひよかったら見てみてください。6回切りのこととかね、あとどこをなぞったらいいのかとかね、手元解説で説明しております。はい、もう投稿されているので、ね、もしよかったらね、この動画見終わった後、そちらの動画ね見てみてください。そしてアナキンスカイウォーカーのコツ動画もね、出していますので、もしね気になったらそちらも見てみてください。ジェダイルークの何が強いってさ、スキル時間中時間止まることだよね。時間止まったままフィーバー入れるからさ、もうフィーバー終わった瞬間スキル使えば、もうほぼ時間なくならないわけ。 0.1 秒とかの時間がなくなるのが、フィーバー始まったら5秒増えるからさ、だからとにかくね、ジェダイで大事なのはフィーバーいいんだよねはい、コツ解説で言い忘れました。これもうコメント欄に書いとこうかな、コツ解説動画の。ジェダイで一番重要なのはフィーバーインです。はい、一番重要なことをねコツ解説動画で、はい、言い忘れましたけどね、手元で紹介できることはね全部したつもりなんで、ね、ほら見てください、時間38秒で4000コインいってますよ。これめちゃめちゃ強いですよね。しかもループめっちゃするんでしょちょっと噛んだ、ループめっちゃするんですよジェダイって。ということで、ジェダイのね強さはめちゃめちゃ伝わったと思います。ぜひゲットしてみてください。ということで、まだまだねジェダイこの動画あるのでね、もしよかったらね、最後結果だけでも見てってください。